岡山大学の大林ですそれではこういうタイトルで成果発表をさせていただきたいと思います。で、えー、と今日の発表はこのような順番でやっていきたいと思います。ではま,あまずこの研究の背景としてこのパーセントホモロジーというものについてご説明させていただきます。でまあ一番最初の例としてこういう2つのデータを考えます。 これはこのアモルファスシリカと液体シリカの原子配置でして、パッと目で見て、それを判別するというのは非常に難しいと思います。実際に見てみて分かるということはないと思います。これ,もこれは我々が素人だから分からないというわけではなくて、専門家でも見て分かるものではあまりありません。しかし、パーシステンス図というものを計算して、それを見 可視化してやると、まあ、こんな感じで、えー、区別できると、うん、上の方がそのアモルファシリカで下の方は液体シリカですでそれがこの、えー、パーシステンス図ガラス上の方で下の方とまあ、明らかに違いがあるわけですまあ、こういう風にしてこのパーシステンス図というのを使うとデータの形の情報を、まあ、隠された形の情報をま定量化することができます でまあ、このパーシステンズっていうのをどうやって計算するかというお話を、まあ、まずはしていくわけです。パー、まあ、シントホモロジーっていうのはこの数学のトポロジー特にホモロジーと呼ばれる数学を利用する分野のデータ解析手法の一つですで。これはその連結性やリンク構造空洞構造といったトポロジーの構造を使ってトポロジーの概念を使ってデータの形をマルチスケールに定量化するための手法です。 これはこのパーシェントモロジーというのは21世紀、まあ、今世紀になって、まあえー、その概念が発明されたんですがそれはその数学的な理論やアルゴリズムソフトウェア、まあ、そしてさまざまな分野材料科学とか生命科学への応画がこの21世紀に急速的に発展しつつあります。 でこのパーシネントホモロジーを考えるためのまず第一歩として、このような R ボールモデルと呼ばれているものを考えますで。この左側のような点集合データというのを入力として考えます。まあ、こういう点集合データはポイントクラウドとも呼ばれます。でこのデータには穴だとかリングコードだとかそういったものはま全くないわけです。全然つその点同士はつながっていないわけですからそういうものはありません。ただまあこの、この辺とこの辺と。 まあ穴のような構造が2つぐらいなんか見えているわけですで。ここでどうするかと言いますとこの半径こう R の円盤をまあ各点に置くと、まあ、こんな感じで置きますで。すると、こっちの図を見ると穴が2つ、これちゃんとあります。でこの穴っていうのは、さっき言ったそのホモロジーという数学を用いると計算することができますで。ここで問題になってくるのはこの半径の決め方になってきます。 小さすすぎぎたたららくっつききませんし、大きすぎたら穴はそこでどうするかっていうとこのフィルトレーションといってこう半径 R を1つ決めるのではなくて半径 R を徐々に大きくしていくその、えー、変化をするプロセスっていうのを考えるというのがこのパーシエントホモロジーの理論的なアイデアの一番大事なところです。 この絵の場合、最初こういう入力データがあったとき、ここ左から順番にこう半径が徐々に大きくなっています。ですると、2、え、つ、ー、の穴が、例えばここでこっちの大きい方の穴ができて、こっちの方がはまだこ,うここがくっついていないので、まだ穴になっていないとで。もうちょっと大きくなっていくと、こっちの方の Y って書いた方の穴も発生する。Y っていうやつはここまでいくと消える。 ただしこの X って方はまままだこのままずっと残っているわけですこの X っていうのはここはどんどん狭くなっていくわけですけどもこの穴はずっと残っていくで最終的にまあこの辺まで半径というのを大きくするとこの辺りの穴は潰れてしまいますこの,、えー、<coughs> でこのパーシェントホモロジーの理論を使うとこの穴の生成と消滅というのを1対1のペアを作ることができます、まあ、この場合は分かりやすくてここでできた Y というやつがここで消える ここでできた X というやつがここで消えると。いうふうになるわけですで。これはどんな複雑な場合でも、えー、ちゃんとあの発生と消滅というのをペアリングすることができます。で、この,あの、えー、発生消滅、生成消滅の半径を、まあ、形の特徴付けに用いると。そしてその、えー、特にこう、えー、可視化の場合にはこういうふうにしてこう、X の方に発生した半径、Y の方に消滅した半径やって、各穴に対して、 点を一個ずつ、えー、プロットしていくとこういう、えー、サンプル図をついて、まあ、これはパーシステンスと呼ぶんですが、こういったもので可視化して、このもともとのデータ、えー、一番左のやつですね、のデータをの形の特徴づけに用います。で、えーまあ、以上で、まずパーシステントモロジーの基本的な部分について説明しましたが、えー、と次に、えー、このプロジェクトでの 目標について、私の,そのプロジェクトの目標についてご説明しています、えーこの。私のプロジェクトの目標というのは、パーシェントホモロジー、これはその PH と省略します。でこれによるそのデータ解析プラットフォームの発展というものが大きな目標となっています。とはいえ、まあ、このデータプラットフォームの発展といってもちょっと抽象的で、えー、何をすればいいのか、これだけでは分かりませんから、 もっと具体的にどういう作戦をとっていくかという話についてはここに挙げている3つの要素があります1つ目はこの数学パッシェントホモロジーの数学的な研究数理的な手法の開発こういった研究には例えばホモロジーの数学理論を使ったりその機械学習と組み合わせたりこの数理最適化を活用したりということをその作戦として考えていました次にこういったの数理的手法を 実装したパーシェントホモロジーに基づくデータ解析ソフトウェア、ホームクラウドを開発していく。で最後に、こういった小ソフトウェアを利用した応用していくと。で特にその材料科学データを中心にやっていくとでこの。ここで挙げた3つの要素を統合して、より良いそのパーシントホモロジーのデータ解析プラットフォームを実現していこうというものです。でここではこの理論、ソフトウェア、応用というような順番でちょっと話をしてきましたが。まあ、この その計画の一つの大事なところとしては、この理論ソフトウェア応用みたいな一方向的な方向ではなくて、応用側から、ソフトウェア側からのフィードバックというのをやって、これによってより良いソフトウェア、より良い数学を目指していこうということを考えていました。これが当初の目論見みというやつです。 でまあ、ここからは、えー、先駆けプロジェクトの成果、まあ、について、えー、ご紹介させていただきます。でまあ、ここに書けているようにさまざまな、えー、理論とか理論手法応用ソフトウェアとに関してさまざまな結果が得られました。でここではちょっと一番下に書いてますがこの中でもこの手法の一つのところにあるそのステーブルボリュームというものについて、えー、一つ紹介させていただいてもう一つ ソフトウェアの開発に関してもちょっと紹介させていただきます。まあ、それ以外のところはちょっと軽く、えー、触れるだけで、えー、進めさせていただきます。ではま,あまずはステーブルボリュームという方です。でこれはこれもか、えー、考えている問題なのはのパーシェントホモロジーの逆解析と呼んでいるもので、これ先ほどの、えー、入力データがあって、こうやってそのパーシステンス図があるというわけです。でこの逆解析っていうのは ここにある X と Y という点に対してそれに対応する構造を再現することです。例えば X であればこっちのリング構造を取り出す。Y だったらこっちの小さい方を取り出すと。これはまあパーシェントホモロジーを活用したデータ解析では非常に大事なツールの一つです。これはパーシェントホモロジーにさまざまな数理化、最適化の証を組み合わせたさまざまな手法がすでに提案されています。でまあ こすで、まあ、に、えー、いろんな手法があると言いましたが、まあ、既存の方法には、えー、一つ問題がありまして、まあ、全般的になんか期待する形よりも大きい形を抽出してしまうという問題があります。まあ、例えばこの左の図で、でこの辺にある穴を取り出そうとすると、なんか結構こういう形が取り出されてしまうということが、えー、時々起きます。まあ、期待としてはこのくらいの形になってほしいというわけです。 まあこれはこう人工で的なデータで発生するという問題だけではなくて実際の例えば材料科学のデータなんかでも結晶的構造があるときにはよく見られる構造ですで。これはまあ実際そのホームクラウドをまあこれまで利用していたえその利用者からもまあ質問があるやってこれは何だと言われることがありました。しかしこれはこのパーシェントホモロジーのまあ数学的性質に由来するまあ,ある意味必然的な現象でえとまあちょっと簡単な解析さ 解決策っていううのは無くそうでした、まあ、この辺の話をすると材料系の人でもこのパーシェントモロジーの背景をよく知っている人は結構あんまり気にしないというか、まあ、そういうもんだと思っていてもうちょっと使い始めた人の方が結構こういう質問をしてくれるという感じでした。し、まあ、しかしというわけですが、まあ、これはえこの先駆けの開始前の話なんですけどもちょっとなんかある日、えー、ふと思いついて。 実はなんかちょっとあのプログラムを改造すれば、なんか期待通りって言ったら、ここでこの図だったら、この真ん中のやつじゃなくて右側みたいなやつを出力できるんじゃないかっていうのをちょっと思いつきました。で、まあそれで実際に、えー、どういう変更かというと、まあちょっとあまり数学的に詳しいことは全然説明しませんが、もともと変更前の定式化では、ここに書いてあるような定式化をしてありました。 この変更後というところはここにプラスイプシロンというのがここ赤字で書いてあると思いますがここを変更するとまあうまくいくということが発見しましたでまあ実際にプログラムを書いてみて動かしてみると確かにえちゃんと動くんですねでまあしかしまあこれで結構いい感じだと思ったんですがまあなぜうまくいくかというのはまあまよく分からなかったとでまあなぜいくかよくうまくいくかというのも不明であったわけですので 実際、えー、そもそもこいつを何と呼ぶべきかというのもあんまりよく分からなくて、例えばその最初のはまはステーブルボリュームと呼んでいたり、えー、それ以外のこともタイタンボリュームと呼んでいたりしていました。で、まあえー、とこれが先駆け始まる前の話だったんですけども、まあ、なんかずっと、まあえーまあ、なんかうまくいくけど、なんかよくわからないという状況がありました。 でまあえー、と先駆けの開始後しばらくしてこの問題となっている現象が数学的にどういう問題であるかどういう問題があってどういう問題を解決しているのかというのを、えー、分かってきましたそれはここに挙げているように既存の手法というのは全般的にノイズに対して、うん、眼検ではないという問題があるとでここで言っている新しい手法というのは実はこのノイズに対して不変な領域というのを計算していた とということが、えー、分かってきました先ほど、えー、こ,いこの新手法の呼び名をどうするかという話がやりましたが、まあ、ここでそのノイズに対して不変な領域を計算しているということが分かってきたので、まあ、そのためステーブルボリュームという方が適切な呼び名だというところが分かってきたと。でまあ、さらに、えー、こういった定式化がしてプラス半年ぐらい経って、まあ、この ノイズにに対ししててて不変な量っいうののをちゃんとと数学的に停止化してその証明でできたという感じですでこのようにして、まあ、最初はその応用で奇妙な現象が観察されて、まあ、プログラムをいじってみると、なぜかうまくいく。でそれが対して正当化ためのイベンが完成するというふうにしてこう、応用からソフトウェアを経由して、理論までフィードバックがまあうまくいったと。研究の一つとして、このステーブルボリュームのものが明らかにられます。 でまあ、その後は、えー、論文を書いて投稿してるんですが、まあ、まだちょっと作く中ですでこれ。これなんかはその新しいツールを使って、まあ、実際のアモルファシリ会の適用でその、えー、オレンジ色みたいなリングが抽出されてちょっとこれは何だろうっていうことは、まあ、こういう話も実は、えー、質問があったんですがこう緑みたいな形が得られて、まあ、こっちの方が妥当そうだという感じになってくるわけです。で、まあ、次はは次、えー 成果その2として、このホームクラウドの開発について、えーとえー、ご紹介させていただきます。で、このパーセン i ホ n t h o m に基づくこのデータ解析ソフトウェアというのは、世界中で、えー、様々なソフトウェアが、えー、開発されています。まあ、おそらく10個以上あるはずです。で、おそらくというか、まあ、10個以上あります。まあ、私もホームクラウドという名前のソフトウェアを開発しています。でこれは、もともとは材料科学への応用を 主、まあ、目的を開発してるんで、でまあ、そのおかげで、その応用に、理論というよりはどちらかという応用に注力するという方向にやっています。でそこでその、まあ、応用に便利な可視化だとか機械学習とか逆解析と呼ばれている、まあ、先ほど紹介したセーブルモノイスこれです。た、えー、機能を持っています。まあ、特にこの逆解析なんか、ホームクラウドが最も先進的な、えー、機能を持っています。入力データとしては、 えー、2次元、3次元のポイントクラウド、点集誤データですね。また、えー、2次元、3次元、もっと高次元の画像なんかも、えー、解析することができます。でその他、まあ、距離行列と呼ばれるデータや、抽、ま、象、あ、セルフ区体と呼ばれるような、えー、データも入力として使うことができます。でこちらは、このホームクラウド .dev という、えー、ウェブサイトがありまして、まあ、ここからダウ,ン、えー、ダウンロードしてインストールしたり、また様々、さまざまなドキュメント、インストールの、えー、ガイドや、 チュートリアルで、まあ、もっと詳細な、えー使いえー、各機能の説明なんかも、えー、このホームクラウドとデブというとから利用可能になっています。で、えー、この、まあ、ホームクラウドっていうのは、えーのえー、先駆けプロジェクトを始める前から、えー、開発を進めていたんですけども、えー、この期間では例えばここに挙げてるような、えー、改良を行いました。 まあ、一つはそのインストールの良い過程になっていましてもともと結構、えー、インストールが面倒くさかったんですけども、えー、この時期で、えー、改良した結果として、まあ、かなり簡単に、えー、インストールすることができました、まあ、そのおかげで、まあ、インストールできないんですっていう相談もまあ減ったかなとちょっと思っておりますそれ以外にもさまざまな環境への対応もともとは、えー、Linux がメインで ウィンドウズは動かなくもないんだけど、すごいインストールがめんどくさいみたいな状況でしたんですでだったんですけども、まあ、これらの環境に対して、他にも Mac も Intel の Apple Silicon の両方に対応したりとやっています。でその他、えー、a n a c o n っていうデータ解析、えー、プラットフォームへ対応だとか、Google コラボっていうものへの、えー、そういったデータ分析環境への対応というのも行いました。まあ、それ以外にも、えー、例えば計算の高速化、 えー、先ほど言ったステーブルボリュームなんかもこれはもともと機能としてはあったんですがいろいろ数学的な性質も分かってきたんで改良していったり、えー、機能を追加したりということを進めていますでここのこの、えー、そこまでは基本的にはその、えー、機能的な改良ユーザーから見て分かる改良なんですけどもユーザーから見てはちょっと分からない改良としても例えば内部構造の改良なんかもこの時期、えー、どんどん進めていました、まあ、これ自体はその機能が変化するっていうわけではないんですが 例えば新しい環境に対応させたいみたいなことをやったときは、やっぱりこういう内部構造をよくしていくというのをちゃんと積み上げておかないと大変になっていくというのがあります。でこれはもう、えー、Google コラボっていう、こちらその環境構築せずに Google のアカウントがあれば、ブラウザで動くデータ解析環境なんですがれまあそれでも、ね、動くようになっていまして、えー、実際にこの環境を使って、 データ解析をしたりしてます例えば私のところにいる、えー、4年生なんかはこれを使ってデータ解析を実際にやっています。ホームクラウド、えー、もう結構じ、えー、開発頑張ってきたのでいろんな、えー、利用実績があります。例えばここ,こはここで、このページ上げているのは、えー、私が、えー、関連した研究です。特にこの星がついているものはこの、えー 先駆けのプロジェクトでも、えー、実際に、えー、と関係がある、えー、ものです。材料科学だとか地質、えー、構造生物学や、まあ、計算機支援診断なんかにこのホームクラウドというのを、えー、実際に使っています。で、えー、我々の、えー、研究グループ、まあ、私が関係していない研究であっても、えー、20件以上の利用ゲールがありまして、まあ、今後もやっぱりその 私が材料科学のところに宣伝しているというところもあって材料科学系の話が多いんですけども、まあ、それ以外にも医学発生生物学、まあ、この辺は全部生命科学ですねあとは地質あとまあちょっと変わったところとしてはその量子色力学というところの研究に使っている例なんかもありますでメインはこの他のソフトを使っているけども例えばその逆解析のところだけホームクラウドを使っているみたいな研究もありますでこの,、えー、その利用例に関してはまあ最近ちょっとまとめたので、まあ、こちらの ホームクラウドのウェブサイトから、えー、実はそのこのリストが見ることができます。まあ、その他にも、えーとまあ、私を含む4人、池さん、エスカラさん、梶さんという感じで、えー、教科書をやっているところです、まあ基本。これは数学の基本から最先端、応用もいろんな幅広く書いている途中で、まあ今年中にはサイエンス社から出版されるはずです。まあ、というわけでまとめとしたいと思います。 でえー、実践的データ解析のための、まあ、パーシェントモロジーの発展の、コ、ま、ン、あ、プロジェクトの内容でしたで。理論、手法、ソフトウェア、応用と、そういったものを一体的に進めるというのが、このプロジェクトの目標です。でまあ、今後についてですけども、このタイトルの移送工事構造というところに、まあ、ちょっとそのデータ解析、まあ、応用面からは、割とちょっとそれっぽいものが見えてきたんですけども、まあ、これを数学からもアプローチしたい、挑戦したいというのが挙げられます。えー、というわけで、私からの発表は以上としたいと思います。はい、ありがとうございました。 <clears> Thank <throat> okay. you.